ということで一人ジョッキーをやりたいなと思いますけれども、もうねすでに110人の方が見ていってくれてるということでありがとうございます。こんばんは、あさみお疲れとかね、ミントンさんありがとうございます。そっか100人待ちか。こちらに今日は高画質、そうなんです、今日はですね史上最大級の高画質でお送りしていますけど、普段あのメイクのことを何も言わない千葉ログさんが今日だけはですね、あのちゃんとメイク道具持ってきてねっていうことなので相当気合入っているんじゃないかなと思います。
そしてフォーザースター上から目線、いやそういう上から目線じゃないけどね、ありがとうございます。あさみん今日もかわいい、ありがとうございます。皆さんどんどんツイートしてですね、今日は火曜日ということでですね、小田あさみの相談室っていうんですかね、まあ、放送室なんですけど、あの皆さんからの相談に答えていこうじゃないかっていうね、毎週火曜日はそんな日になりまして、で前半はいつものように皆さんのティールにお邪魔するんですけど、あの後半からはですね、あの皆さんのお悩みごとに小田あさみがズバッと解決していこうじゃないかと思います。それでは早速ですね、皆さんのティールにどんどんお邪魔していきたいなと思うんですけども、まあお邪魔してほしいっていう人がいればぜひツイートしていただければ、じゃんじゃん行きますので皆さんもよろしくお願いします。そして、純キュートボーイさんっていう方がですね、純ズさんに招待されましたっていう方がいるんで、この人行ってみましょうかね。どうしよう、ここにいるスタッフさんだったら。それではですね、純キュートボーイさん、あなたの TL にお邪魔しますということでですね、はい、早速お邪魔。趣味は作曲だって、すごいですね。趣味は作曲って言ってみたいですね、小田さんも。はい、それではですね、ジュンさんに招待されました。久々に TJ 見るなう、久々に見てくれてるんですね、どうもありがとうございます。ゲームやるとかユーストリーム見るとかして気を紛らわしてます。するあ、そうね、確かに。パチパチパチ、お疲れ様でしたとかいろいろツイートされて、いろんなユーストリームの番組を見られているということでですね、はい、エフェクトのプログラミングむずいんでよ、お高いんでしょ、あれこれはユーストツデイさんですね。はい、いろんなところに遊びに行っているジュンキュートボーイさんですね。皆さんフォローありなので、よかったらジュンキュートボーイさんフォローしてあげてください、よろしくお願いします。はい、早速、あらこっちは遠目だけ、無敵室とかね、いろいろツイートしてくれてます。こんばんはとか、ありがとうございます。本当だ、メガネずれてるだって、あごめんね。アスミン今日も可愛いね。ところでカメラは何台あるんですか。 1,2,3,4実質4で、もういい、ツイキャスもあるので、まあ指で数えられるぐらいはありますね。5、6台ですかね。また放送中にメイクするのって、今日はしないですよ。はい、すごい画質だ、可愛さがより可愛くなってるね。あら、池さん行っちゃいましょうかね。それでは池さん55ですね、あなたの TL にお邪魔しますということでですね、何気ないことをつぶやいたり、つぶやきに反応したり、分野はいろいろです。 iPhone3GS を使い、モバイル生活を楽しんでいます。そうですよね、やっぱり Twitter やられてる方はどんどん iPhone 持ちの方が多くなってきましたよね。まあその仲間の一人なんですけど、厳しいお姉様頑張れ、美人が二人、おっとこれ違う番組だな、ごめん、ゆかりちゃんでしたね。ゆかりフリートークコーナーコスプレで綺麗系でお願いします。このことはきっと綺麗なお姉さんが好きなんですね、池さん。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、池さんフォローしてあげてください、よろしくお願いします。来た、ありがとうございます。お邪魔します。いろいろな方向からあさみん、もう2回も来ていただいたのでもういいですっていうのはあれですね、きっと恋ということですかね。スプラボさん、早速行きましょう。スプラボさん、あなたの TL にお邪魔しますということでですね、大阪の方ですね、やっと2302ツイートされております。それでは早速読みたいなと思いますけど、来るんかい、わら、朝メロンください。ちょ、最近ちょっとみんなが言ってる朝メロンって何なんですかね。なんかみんながいつも朝メロン朝メロンってツイートしてるんですけど、アサミミラバケッソそっくりだよ。ミラバケッソってなんだ。もう2回も来ていただいたのでもういいです。アサミメガネずれてるよとかね、おっと上からのアングルに何分押し、ハイパーさんが来ないのか。そうなんです、今日ハイパーさんはお休みで、明日だよ、明日ね、明日はまた水曜日2人でライブもありでやりますね。明日もここですよね、明日もジュンジュさんでお送りしますので、皆さん明日もねぜひチェックしてくださいということで、スプラボさん、皆さんフォローしてない方がいましたらぜひぜひフォローしてあげてください、よろしくお願いします。ミカメロンの変形です木琴で来たっていうのがういういしい
あと1時間バッテリーを頑張ってくれっていう浅見つみ子さん、さっきあの外にいましたけどね、今日なんか外で待っててパソコン持参で外で見てくれてるらしいですね。 DD なんですけどね、ありがとうございます。それではですね、ハイパーさんは歌の練習です。あ、今日歌の練習してるんですかね。はい、こんばんは。ちょっと遅くなっちゃいました。今日は漢字が違いますね。そうなんです、なんて言ったって高画質でございますからね。22歳の小田麻美の肌年齢がバレるんじゃないかとちょっと怖いですけど、そこはメガネでカバーしていきたいなと思います。すごい高画質、 TJ じゃないみたい確かにいつもちょっとカクカクだったりね、ちょっと荒かったりっていうのが多くてですね、ドキドキですよ、もう。はい、ありがとうございます。そしてですね、ハイパーさんお休みでござるか。こんばんは。明日は TJ の後を受け持つ RTJ の、あ、そうなんですね。それアサミン専用のエフェクターだったのかそもそもアサミンこの調子で1時間保つのか。いや、それは分かんないですよ。どうなっていくかはね、分かんないですけど。はい、それあ、侍でござるよ。なんだろう。皆様こんばんはです。遅刻ったパッサですね。ありがとうございます。パフパフってやつはないのかな。ないんですよ。こんばんは。朝みんな TJ にお邪魔します。かわゆすよって。ありがとうございます。そうだ、今夜は高画質、高画質ってみんな高画質についてすごい喜んでますね。それでは、ゆうすけゆうすさん、カメラ画質に関係なく朝みは美しい。ありがとうございます。ということで、じゃあ久しぶりにゆうすけゆうすさん行ってみましょうかね。それでは、ゆうすけゆうすさん、あなたの TL にお邪魔します。はい、ゆうすけゆうすさん、ツイートジョッキーの元将軍小田麻美の家臣団とハイパー軍団隠れの元歩み派そうですね、小田将軍はもうあの卒業したのでね、皆さんお間違いなくということで1万346ツイートされておりますね。すごいですね。ハイパーさん、歌の練習。あさみん美しい。こんばんは、放送員の小田さんですが、おー、すごい。今日は君と過ごすとき聞きながら帰ってきた。ありがとうございます。なんかそう、あさみんね、小学校の時にですね、放送委員だったんですよ。だからね、あの給食の時間なんですよ、放送委員が活動する時間って。だからその時に、まあ皆さんこんにちはみたいな、給食の時間です、今日の献立のメニューは肉じゃがとかよくやってたんですよね。だから今日もまあ、タイトルが放送室っていうことなので、小学生に戻って、ちょっと無理ですけどね、22なんで、小学生に気持ちだけ戻って頑張りたいと思います。いや、アサミンは綺麗ですよ。でもね、ミラバケッソなんだよ。ミラバケッソって何なんですか。知ってる人います、皆さん。あ、スタジオのスタッフさんは誰も答えてくれないという皆さん撮るのに夢中ですね。はい、放送員通りで無駄ツイートが多いです。サーフェン、いやいやいや、アサミンさんカスタネットは使わないの。さっき使ったんですよ。あ、お初ですっていう方がいる。そんなお初ですっていう方のもとへ行ってみたいなと思いますけど、どこに行った、どこに行った、どこだどこだどこだ。あ、ガリガリ君、プリン味は好きですか。え、食べたことない。あ、さっきの方は TJUH ついてないのかな。22歳の小学生、ランドセル背負うの。背負わないですけれどもね。はい、ありがとうございます。クランクスユーストさんもありがとうございます。あれ、初めましての方がいないぞ。どこだどこだ。クラレーの CM 勝手に決めないでください。ミラバケストってアルパカでしょ。何アルパカって。あ、彩色さんも来られてますね、ありがとうございます。はい、マッピエトキオさんですね、ありがとう。あ、アスミンの代わりに何々さんのティールにお邪魔しますということで、アカウントを流してくれてますね。それはハイパーさんの役目なんですけどね、ありがとうございます。じゃあどん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 皆さんのツイートを紹介していきたいなと思うんですけども、放送委員は朝礼の時に大活躍です。あ、朝礼の時ってなんか読ましたっけ。なんか体育祭とかは白組頑張れ、赤組も負けるなみたいなのをやってた記憶がありますね。じゃあアセロラさんに行ってみましょう。それではアセロラさん、あなたの TL にお邪魔します。ということでですね、アセロラさん、ユーストリーム番組の赤坂 TV や小田あさみのツイートジョッキー等々を楽しむのに使っているアカウントです。すごいですね、プロフィールの紹介文にツイートジョッキーを入れてくれるっていうのはすごい嬉しいことですね、ありがとうございます。
そしてカップについているマックのロゴを気にしていた小田さん、でもポテトのロゴがついてるな本当だ、一応気にしてたんですけどね。ありがとうございます。ゆかりではない、ゆかりです。放置プレイ炸裂ではでは、まだ違う番組を見てたんですね。ロッテが勝った、こんばんは、ロッテ頑張れと日本シリーズを見ながらの参戦ですということで、違うストーリーも見てたアセロラさんですね。皆さんよかったらフォローしてあげてください、よろしくお願いします。ということでですね、皆さんの TL をジャンジャン読んできたんですけども、ここでですね、その新コーナーっていうんですか、皆さんのお悩みにね、アサミンが答えていきたいなと思うんですけど、皆さん相談がある方はツイートしてください、よーいどんということでですね、何でもいいんでね、なんかそんなね深刻なのはちょっとアサミンも深刻になっちゃうから、なんかこう気軽にね相談できるのを相談していただけたらなと思います。この間ね、前回やった時はね、どんな出てきたっけな、なんか結構女性と話すのがちょっと苦手っていう方もいたりとか、あ、やっぱり放送員向けの声ですねって、ありがとうございます。iPhone のケースは可愛いが使ってる本人が…わら、まあその続きが気になりますね。フクロウってなんて鳴くの、あれ耳づくかな、フクロウってなんて鳴くんだろうね、フクロウ生で見たことないんですけどね。小田さん、知らないこといろいろと多いね、忙しいから。え、何知らないことって。最近はマックと聞くとマッキントッシュだと思ってしまう、わら、なんだろうそれ。新コーナー、見てきかわいい、ミカメロンがあるならアサメロンがあっても、え、ないの、スタート、アサミンの相談コーナー、今日は初めのうちもモイツイートだわ、風呂に入りたいんですけどどうすればいいですか。そういう悩みですよね。まあじゃあ番組が終わってから入ればいいんじゃないかなそれか iPhone なのかな、あ、パソコンで見られてるんですね、きっと。 iPhone がお持ちならね、そのまま iPhone でお風呂入ってもいいんですけど、パソコンのみの場合はですね、あ、まあお風呂に入っていただくのを我慢していただいて、終わった後にゆっくり湯船に浸かってビールでも一杯カーって飲んで寝てみてください。そしたら多分ぐっすり眠れますよ。はい、そしてですね、そろそろ寝てもいいですかっていう相談が来てるんですけど、これもきっぱり言います、ダメです。あさみんの番組が終わって11時になって、お風呂に入ってビールをカーって飲んで気持ちよく寝てください、お願いします。あさみんの付き合う男性の条件は、これはあれですね、相談というよりも質問コーナーですね。まあ付き合う男性の条件はですね、あの定時に帰ってきてくれる男性がいいですね。6時にはあの仕事を終えてちゃんとお家に帰宅してくれるような男性がいいです。面白いことが言えない、書けないんです。 Z 山さん、面白いことが言えないって芸人じゃないんでね、なんかいいんじゃないですか、素直に思ったことをバーって発した方が逆に面白いかもしれないですよ。なんか考えて考えて、あそこの時はこういう風に言おうとか逆に考えちゃうと面白くないんですけど、なんかその人との会話の中で素直に思ったことをパッて言った方が結構ね、面白いことを言えてる時が多いと思いますね。あさみんも結構なんだろう、そういうバラエティ番組とかに出させてもらった時は結構本当になんかインスピレーションでパッて浮かんできたことをガーって言ったりするとみんなわーって笑ってくれたりするので、あんまりね考え込まずにねしていた方がいいなと思います。そして黒大好きさん、すごい優しい、相談をする方は先頭にかっこ相談とつけてツイートしてくださいっていう風にアサミンが言うべきなのにね、黒大好きさんが言ってくれてます、ありがとうございます。相談、寝つきが悪いのですがよく眠れる方法を教えてください。そうですね、よく眠れる方法か、いやアサミンも結構不眠症だった時が多かったんですけど、それはですね、なぜかというとですね、とがちょっとね体に合ってなかったんですよ。で枕とベッドを、ベッドっていうかベッド自体っていうか布団ですよね、布団自体を変えたら結構ぐっすり眠れるようになったんですよ。だからちょっとベッドを、布団を変えてみるか、まあ、あとは、まあ、お酒に頼る
いや、朝目はお酒に頼って寝たことはないんですけど、お酒が好きだったら、まあ、お酒を飲んでちょっと気持ちよく寝れるんじゃないかなと思いますけど、まあ、第一は、まあ、ストレスをためないことなんですよ。だから朝目は食べたい時に食べて寝たい時に寝るっていうのがモットーなんですけど、だからその自分が好きなことを我慢せずにやってたら結構気持ちも楽になるし、あとはやっぱりゆっくりね、お家に帰って湯船に浸かって温まることが一番のいい方法じゃないかなと思います。それ大丈夫ですかね。ありがとうございます。TW マロさんですね、ありがとうございます。相談、何を相談すればいいですか。何でもいいですよ。カランクスユーストさんですね、何でもいいと思います。あら、そんな相談、マックのポテトとドリンクとパソコンが並んでる。本当だ、マックマックマックだ。ウケる。相談、スワユーストさんですね、中身の残念な小田将軍が好きだったのに戻ってきてはくれないのでしょうか。そうですね、残念ながらですね、小田将軍は卒業しましたので、普段のアサミンに戻りましたということで、今のアサミンをぜひ好きになってくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。部屋が片付きません、どうしたらいいでしょうか。ゆうすけゆうすとさんですね。それはですね、アサミンも実は B 型なんですけど、あの B 型って荷物、だから洋服とか何でもそうなんですけど、家具とかも結構端に寄せちゃうですよね、 B 型の人って。で、朝3つも B 型なので、こう端に寄せて片付けた気になってるんですけど、あのね、もうね、意識するんですよ。なぜ散らかるかっていうところをまず第一に考えるんですよ。何が最初にこう、なんだろう、散らばっててどんどん部屋が汚くなっていくのかっていうのは、そのね、綺麗になった時に1個目に放置したものがあるから、どんどんもういいやもういいやってなって散らかっていっちゃうんですよ。だから朝3の場合は脱いだ洋服をそのままポイってしちゃうんですよね、ソファーとかに。そしたらもう1個、そのもう荷物が何でも、なんだろう、そこになくていいものがあると、もういいやもういいやもういいやと思って、どんどんそこに重ねていっちゃうんですよ。だからあさみんは散らかさないために、お家に帰ってきてまずジャケットとかはすぐクローゼットにしまうっていうのを、お家に帰ってまず意識してやるんですよ。そしたら結構お部屋が汚くなることがないんですね。だからね、意識をもっと持ってやっていってはいいんじゃないでしょうかね。はい、ということでですね、どの可愛い女の子におねだりされると弱いんですけど、どうすればいいですか、スワさん。そうですね、可愛い女の子に、いやでもね、それはどうしましょうね。おねだりできなくなっちゃうからな、アサミンがそれを答えると。だからこれは却下します。はい、相談することがない。あ、そうなんだ。相談、今寒いのでパソコンを、湯たんぽ代わりにしていいですか。まあ暖かいですからね。でも湯たんぽにしちゃうとですね、ツイッタージュッキー見れないんでダメです。ナイスナイス。あー、すごい、もくもくさん、こんな方もいるんですね。プニプニしているほっぺをつい触りたくなるんですけど、どうしたらいいですか。そうですね、それはですね、いきなり知らない人のほっぺをこうやってプン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 しちゃうと、それは結構大変なことになってしまうんでね、まあ、知り合いだったりとか自分のほっぺをプニプニする分にはいいと思うんですけどね。そしてアセロラさん、16歳なんですが、11時にお風呂に入ってその後ビールをカーってやってもいいでしょうか。それはダメですね、アセロラさん。しかもアセロラさん16歳じゃないでしょ、確か。ちょっと年齢詐称ですか。まあ、16歳なんであれば、まあコーラですね、アサミン、コーラ、アサミンにとってのビールはコーラなんで、コーラをガーって飲むといいなと思います。なんかこのコーナーいいですね、アサミンってすごくテキパキしてる、さすがっす。ありがとうございます。知らない人にプニプニしたら犯罪か、わら、いや犯罪というかびっくりしますよね。はい、小田さん、相談受けるの上手くない。どうなんですかね、あさみん結構喋るのが好きなんで、人と会話する時も、あの結構ね、聞き手になったりとか、こうした方がいいよ、こうした方がいいよっていうのを人に言うことはできるんでしょ。でもいざ自分が例えば皆さんと同じ悩みを抱えた時に、その答えは出てこないんですよ。だから客観的に見た時に初めてこういう風に相談には乗れるんですけどね。はい、ありがとうございます。女性の写真を綺麗に撮るにはどうすればいいでしょうか、キミカンさん。
そうですね、綺麗な、まあでもその女性にとってよっても、例えば女の子によってもこう好きな角度っていうのがあるんですよ。だからまずそれを、例えばアイドルさんの写真を撮りたいんであれば、そのアイドルさん直接になんかどの角度が好きですかっていう風に聞いて、で朝面の場合だったら斜め45度から撮られるのが好きなんですけど、じゃあ斜め45度から撮ってくださいって言ってパシで撮った時に、結構自分の中ではあいいなと思う写真が多いんですよ。だからそういう風にアイドルさんとかに、例えばじゃあそういう撮影する機会があって、まあ聞けるんであればそういう風に聞いてみたりとか、あとはやっぱり撮りまくることですね。で朝見、別にカメラ、すいませんね、カメラマンさんの前でなんか超生意気なこと言ってるだけど、まあ撮りまくったりとかね、するといいんじゃないかなと思います。はい、街これは下ネタですな。ゴールドラッシュジャパンさん、街中で巨乳のお姉さんを見ると目が行ってしまいます。行かないようにするにはどうしたらいいですか。いや、それ行かないようにするのが無理なんで、アサミンもね結構街歩いてて、結構ここがパックリ開いてる女性の方とかいるじゃないですか。やっぱりこう大きい方はね、ついつい出したくなるんでしょうか、わからないんですけど、アサミンも結構あの人胸がでかいわとか結構見ちゃうんですよ。それは本能なのでしょうがないですよ。だからあんまりね、こう顔見でガーって見てしまうと、やっぱり相手の女性も不愉快な思いをしてしまうので、もうチラ見ですね、もうチラみたいな、もう顔見はなしで見る分には相手に迷惑をかけないくらいのね、分はいいと思いますね。まあそんな巨乳の話をしたら千葉ログさんが、はい、立っちゃいましたね、席を。はい、ゆっくりね、はいごめんなさいね。はい、あれは部屋の真ん中が散らかってしまう、わら。はい、相談、スワタンがアイドルに、散在するフラグが立ってますが、キミカンさんと、あ、どっちが、漢字をね、あんまり使われるとですね、アサミ読めないんでね、すいませんねはい、結構同じ人がいろんな質問をしてきてますね。ありがとうございます。女の子に告白しようと思います、どういった手段がおすすめですか。黒大好きさん、いやーね、これはですね、人によって結構違うと思うんですけど、あさみんは直接言われるのがやっぱりキュンってするかもしれないですね。やっぱり電話だと相手の表情とかも分かんないし、メールもそうですよね、文章だけだったら相手がどんな風に思ってこういう風に今告白してるのかっていうのが伝わらないから、シチュエーションとかよりもここであそこでこうとかじゃなくて、まず直接会って気持ちを伝えるっていうのが一番大事だと思います。でもう どこが好きとかっていうよりも、好きなんだったらちゃんと好きっていう言葉を本人に伝えていけば、やっぱりそのなんだろう、気持ちはちゃんと伝わるんじゃないかなって思います。はい、青春アイドル小田麻美ゴログなんか変なゴログが立っちゃいましたけど、それはあえて読みません。はい、相談をされる方は難しい漢字には振り仮名をお願いしますっていうツイートを黒子デキングさんがしてくれてますね。そうなの？曲がるうさぎさん、嫌いな人に告白されるとムカッときちゃいますよね。嘘。でもやっぱり好きって思ってくれるのはすごく嬉しくないですか？うさみは、でもね、あさみあんまり人を嫌うことがまずないんですよ。だから結構誰とでも仲良くしたいって思っちゃうので、あんまりそういうのないですね。はい。そうね。この相談コーナーって常設？コーナーではないの？そう、メガネが可愛いですね。ありがとうございます。相談、盗んだバイクで走り出すのは青春ですか犯罪ですか？これはあれですね、尾崎豊さんの名曲ですよね。15の夜っていう曲。いや、私はあれは好きですよ。はい、青春か犯罪かっていう風に聞かれたら青春ということにしておきましょう。はい。それでは、お、斜め45度。この相談受けるな。大人なのに
漢字に弱いのですが、このままでいいのでしょうか。大人なのに漢字に弱いなんてダメな大人じゃないですか。日本人なのに、母国語なのに。それはあさみに言っているんでしょうかね。まあね、でもね、大丈夫です。覚えていけば、その一回例えば読めなかったとしてね、次回その漢字が読めるようになってればいいんですよ、っていうことにしましょう。はい。質問、却下される。質問、読まれん、質問、却下されるなら読まなければいいのではないですか。そうすればいいですか、ということだ。僕はライブでは斜め45度から見てます。わら。ゆういちさん、 B 型は片付ける、気になった時はビシってるけど、やらない時はずっとそのままでも平気じゃないですか。そうですね、結構ほったらかしにすることが多いけど、そう、でもそうなんですよね。 B 型ってこうやろうって思ったら一日中かけてでも結構部屋片付けるんですよね。まあこれは相談というか質問ですね。相談、本当の小田さんはどんな性格なのか分かりません。今のキャラも千葉さんに強要されて無理してるように見えてしまうんです。そんなことないですよ。普段でもどうなんだろうね。でもね、ぶっちゃけ小田将軍は結構あの、作ってるっていうか、あの無理してあの言ってる部分があったんですけど、今この瞬間は結構あのナチュラルにやってますよね、千葉ラグさん。そうですよね、普通ですよね。はい、そうですね。はい、なんかメガネを取るとね、やっぱ高画質だとあのカメラ見れないんですよね、怖くて。はい、ありがとうございます。チラ見許可いただきました。あー、そうですね、ありがとうございます。寝る前にコーヒー飲むと目覚めが良くなるらしいですよ。そうね、あくまでも相談コーナーなので、そこのところはよろしく。ただいま小田さみのツイートジョッキー視聴中です。小田さんの質問コーナーやってますよ。質問コーナーというか悩み相談ですね。ありがとうございます。チラ見は OK なのか、ふむふむ。相談をされる方は難しい漢字には振り仮名をお願いしますとかね。なるほど、直接にですね。ありがとうございます。勇気出してみます。黒大好きさん、おー、頑張ってください。はい、はい、相談。チラ見は1秒に何回までなら痴漢が間違えられませんか。チラ見は3秒だな、多分。 1,2,3 パッて反らせば、だからあのね、相手の人が見、あの人私のこと見てるっていう感じないくらいの時間なら、あさみはありだと思いますよ。はい。そして木曜の放送でミカロの顔じゃなく胸ばかり1時間見てしまうのはいけないことでしょうか。どうなんですかね。まあミカロン先輩の場合はですね、それが武器なので、結構皆さんに見ていただきたいっていう向上心が多分溢れてる方なので大丈夫だと思いますよ。そしてアサミンさんは可愛いと美人、どっちが呼ばれて嬉しいですか。アサミン、質問ですねこれは。アサミンはどうだろうな。なんか10代の時は綺麗ですねとか美人ですねってすごい言われたいなって思ってたんですけど、最近ね、こう20超えてからですね、可愛いって言われたいなっていう風に思い始めましたね。はい。そして質問も相談も拾われたので焦りました。じゃあ次回漢字テスト。Who is ふみのりさん、付き合ってもないのに何々ぐーわらわらってメール来て女子を引いちゃったことがある、後に告白されました。あー、そっかー。でもね、女の子はねそういうメール結構しますよ。何々くん、何も用がないのにこうメールをしたがるというか、そういう女子いるんでね。あ、でもやっぱそう、引いちゃうのは多分自分が多分あのですね、相手のね、相手に気持ちがなかったからなんですね、きっと。はい、そうですね、あの千葉ログさんからあの顔がテカってるよっていうね情報をいただきましたけども。こういうのもありだよね。そうですね、ちょっとね、すいませんね。はい、ちょっと一瞬皆様失礼いたします。生ですか。はい、ということですね、ちょっとね
じゃあチプログさんのこれ、はい、はい、行きました。皆さんお見苦しいところをお見せして大変申し訳ございませんでした。はい、ということで相談コーナーに戻りたいなと思いますね。かわいいな、木の恋すさん、ありがとうございます。相談、あさみんつみこさんからいただきました。あさみんのことを好きなアイドルさんをあさみん以上に応援して盛り上げることをこれからも許してくれるよね。そうですね、あさみん基本 DD OK なんで、とかなんだろうな、大事な時に例えばあさみんがイベントしますよとかそういう時にちゃんと来てくれれば別にね全然いいですよ。やっぱり世の中ね、いろんな女性がいますから、可愛い子もいれば美しい子もたくさんいて、やっぱあの子いいこの子いいってなっちゃうのは男性の本能だと思うので、ぜひいろんな方を応援してあげてください。よろしくお願いします。相談、あさみんさんのシワが気になります、どうすればいいですか。シワないですけどね、ちょっともう高画質だといろいろバレちゃうんですよね。山中さんって言ってた、山中さんっつって、山中さん引いてって言って大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。寝る前のあさみんのキャラがいいです。寝る前のどんなキャラだろう。結構のほほんとしてるんですね、あさみん。はい、相談、車を運転すると性格が変わってしまうのですがどうすればよいですか。キミカンさん、どう変わるんですか。別に変わるのはいいんじゃないですかね。あれですか、なんかこち亀のあのバイクの人みたいな感じですかね。いや、いいと思いますよ。あの安全運転を心がければ何をしてもいいと思います。はい、ミムカさん、相談、物が捨てられないので部屋が狭くなるのですがどうしたらいいですか。これはですね、あさみんも一緒で洋服とか家具とか捨てられない人だったんですよ。だから使わないのに、あ、これもしかしたらいつか使うかもしれないと思っていつも捨てられないんですよ。でそんな時にですね、私の親友の野本あゆみちゃんが私の家に遊びに来てですね、一緒にお部屋を片付けてくれたんですよ。そしたら最初1回目とか2回目はね、あさみんこれいるって聞いてきてくれて、どうしようって考えてたら、もういらないねってパンとしてたんですよ。でその後ね、もうね、あさみんに聞かずね、もう自分自身が多分これあさみん使わないなって思ったものはどんどんバンバン捨ててっちゃったんですよ。そしたらね、見るうちにですね、あさみんのお部屋がですねスカーッと広くなったんですよ。だから自分じゃなくて誰か仲のいい、そういうなんだろう、サバサバしてる、もういらないものはいらないってちゃんと捨てられる人に一回お家に来てもらって一緒にこういるいらないの整理をするのがあさみんおすすめだと思いますよ。で一回パッて捨てちゃうと結構ね、次からあ、もうこれどうせ使わないなと思ってバン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 捨てられるんですよ。だからその方法をですねおすすめしたいと思います。社長をパシリに使うアイドルがいるらしいんですがご存知ですか。それは誰ですかね。そんな社長をパシリに使うなんてダメですよね。そんなアイドルさんいるんですかね。はい、わかんないですね。はい、相談、女性のあなたは、相談、女性のあなたはダメのオーラが感じるが鈍いです。そういう合図ってどんなところを見れば分かりますか。振られるのが多いので。どういうことだろうこれ。女性のあなたはダメのオーラが感じるのが鈍いです。これは女性の方なのかな。鈍い、オーラが鈍い。ちょっともうちょっと詳しくツイートしてくれると嬉しいなと思います。はい、そしてですね、いらっしゃいませ、チラ見のプロフェッショナルです、3秒ルールいろいろね。 B 型の質問に答えてくれて嬉しかったです。やっぱり B 型やるときやりますよね。そしてオラも B 型だったりする。そうなんだ。つんちゃん、友達が見に来てる、二度見は OK って。いや、二度見も OK だと思いますよ、バレなきゃね。はい相談、告白したいんですが相手がいません、どうしよう。曲がるうさぎさん、いや、これはね、あのねどうしたんですか。曲がるうさぎさんが知り合いということですか。知ってる。あら、曲がるうさぎさんの正体バレておりますよ。ということでですね、相手がいない、まあそれはしょうがないことなんですけど、無理に好きな人を作ろうと思ってもやっぱりねダメなんですよ。
やっぱね、何もなんだろう、例えば趣味があったりとか、そのなんだろう、そのね、恋愛以外のものに打ち込んでる時に限ってファっていい人が現れたりするんですよ。だから焦らずに自分のいいなと思う人が出会うまで待たれてはいいんじゃないかなと思います。はい、僕はアサミを可愛いと思ったことはないな、今も美しいと思ってる。あら、ありがとうございます。そしてハイパー高橋さんに告白してくださいいやん、ずっと見てたらデートしてくれた。マガルさん、さすがだ。わら、マガルさん何を告白するの。 DD 許可いただきました。僕は DD じゃないぞ。東京遠くて行きません。見てない見てない、浮気じゃないから DD。 そうですね、山中さんがうろうろしながら撮っていますアサミンのせいで KSDD になってしまったじゃないか。 KS ってなんだろう。山中さん、光で飛ばして。それは何ですか、アサミンの肌を皆さんカバーしてくれてるんですかね。相談、女の子好きすぎて女の子が映るのって珍しいでしょうか。ハイパーさんみたいに。どういうこと、女の子が好きすぎて女の子が映るのって珍しいでしょうか。どういうことだろう、これ目移りしちゃうってこと。あの人もいい、この人もいいってことかな。まあそれはですね、例えばお付き合いしてる人とか家庭を持った方がそういうことをしちゃったらダメだと思うんですけど、一人でフリーの方の場合は、まあそれは恋愛自由なんで、いくらでもあの人いいな、この人いいなって思う分にはいいと思いますよ。やっぱり相手を傷つけることだけしないっていうことがやっぱり一番重要だと思うので、思う分にはありだと思います。はい、相談もうないなだって。はい、性格を変えて安全運転することを誓います。はい相談、今夜部屋を片付けるとき、アサミンを呼んでもいいですか。そうですね、アサミンも片付けられない人なんで呼ばない方がいいと思うんですけど、仲いい、そのなんだろうな、 A 型とかのきっちりしてるね、あの女性男性に片付けてもらったらいいなと思いますよ。はい、こんばんは、グレートコージさん、こんばんは、ありがとうございます。はい、どんどん、マガルさん何を告白するの。マガルさん、さすがだ。お、それにしてもポニーテールかわいいって、ありがとうございます。はい、この角度から映りがアサミンと今宵のカメラのキラーワークですね相談、円高はどこまで行きますかそれはね、アサミンわかんないな、円高とかなんか説明できないんですよね、アサミン。そうなんですよ、ちょっとね、アップにさ、顔がどんどんテカってきますからね。はい、すごいな、この客さばき、さまざまな質問を左右へと、侍だったら怒っちゃったりして、今晩はお師匠と呼ばせてください、アサミン殿ありがとうございます。完全にいつもと別の番組になってますね、ありがとうございます。どんどんツイートしてください。職場で嫌な人がいます、どう対処すればいいですか。それはですね、まずね、その人のいいところを1個でも見つけると結構その人に対しての印象って変わると思うんですよ。だから今はさ、結構ほら、やっぱ人間、やっぱこの人なんだろうな、苦手とか、この人気なんだろう、合うなとか、いろいろ合うと思うんですけど、やっぱり誰かを嫌って悲しいじゃないですか。だからそれはできるだけ避けたいから、そんな時はやっぱこう、嫌だなって一回思っちゃったら、その人の嫌なところしか見えないわけですよ。でその人の嫌なところばっかり見てる自分もどんどん嫌になってきませんか。だからそういう時は一つでも発想を逆転するんですよ。だから相手の、ちょっとここ苦手だけど、あいつのここはすごいいいとこだなっていう風に、ちょっとね、どこか一つでもいいから見つけてみるといいんじゃないかなと思います。やっぱりね、みんな仲良くしてほしいですからね。はい、なんか聖徳太子のように次から次へと話を聞いてくれていますね。このコーナー好き、つか一人ジョッキーもなかなかいいもんだって、ありがとうございますね。
はい、相談、寂しい時は何すれば元気になりますか。そうね、あさみもね、結構今一人暮らしなんですけど、で常にいつも仲良しのナムとあゆみちゃんがお家に泊まりに来てくれて、結構一緒にテレビ見たりとかしてるんですけど、たまに一人になるとすんごい寂しい時があって、でね、そういう時は何してるだろう、結構趣味に走りますね。ゲームが好きなんでゲームをしてみたり、あと食べることが大好きなんで食べてみたりとか、あとはお風呂にゆっくり使ってみたりとか、結構ね自分の時間を持ってみますね。結構何もしてないから寂しいんですよ。何もすることがなくてぼーっとしてるからなんか寂しいなと思っちゃうんですけど、例えばその自分の好きなことをやってる時ってやっぱそれに集中しちゃうから、結構寂しさも消えたりすると思いますよ。はい、年の離れた若い子と結婚するのは犯罪？そうですね、いや犯罪ではないんじゃないですかね。やっぱ恋愛に年齢は関係ないですし、まあね、まあいろいろこう結婚となると親の反対とかもあると思うんですけど、お互いの気持ちが本気ならやっぱり理解してくれる人はいると思うんでね、まさみはありだと思います。はい、そうですね、真面目な回答に元家臣たちが反乱を起こしそうです。元将軍としてはどうお考えですか。すごいですね、やっぱ将軍キャラがすごい定着しているせいか、皆さん結構このあさみにびっくりしてるみたいですけども、結構これが、はい、あのね、本人に近かったりします。そして質問、カランクスユースさんですね、ハイパーさんのいいところはどこですか。そうですね、これは質問になるんですけど、ハイパーさんのねいいところはですね、いつも笑ってます。多分ね、ちょっとあさみんに対してもそうなんですけど、あさみんがちょっときついこと言ってもいつも笑ってあははって流してくれるし、あとはコーナーで今日は何の日とかハッピーバースデーって言って、あのツイッターやってる有名人を紹介するコーナーと、あとは今日は何の日を何か紹介するコーナーがあるんですけど、それをですね毎日毎日、本当はねあさみん自身がやらなきゃいけないはずなんですけど、ハイパーさんはねいつもちゃんとコピーしてあさみんに持ってきてくれるんですよね。だから本当は心の優しい人なんじゃないかなと思います。こんな感じでよろしいでしょうか、ハイパーさん。はい、ありがとうございますあんまりねちょっと照れるんですよ、ハイパーさんとは仲悪いっていう設定でやってるのでね。はい、大人の受け答えですね。おお、ありがとうございます。一人でご飯を食べるのは確かに寂しい。いや寂しいけどね、あすみん結構一人で鍋したりするよ。なんか夜中の1時とか2時に、あ鍋食べたいと思ってパーって24時間のスーパーがあるんですよ。だからダーってスーパー行って、もうえのきもやしお肉や白菜とかいっぱいがあって買って、一人でガスコンロカチャってつけて食べたりするんですけど、結構ねそんな時間も良かったりしますよ。大丈夫ですよ。はい、お、あさみのほっぺ顎のラインたまんないなありがとうございます。あれいつの間にメガネ外したの。あさみみたいに細い顔になりたいのですがどうすればいいですか。あさみ丸顔なんですよ、だからあんまり細くないんですけど、あのね結構努力はしてます。さっき最近ビガンローラーって言ってコロコロする顎をシュッてするやつ買ったんですけど、暇な時間さえあればずっとコロ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 してますね。やっぱ努力するのが大事だと思います。はい、はい、BGM と合ってるな、ありがとうございます。最近キャラが違うからやりにくいはい、小田さんいろんな質問に簡単に答えてるけど本当は頭いいのいや頭いいとこじゃなくて結構思ったことを発してますね。はい、恋愛に年は関係ないかもしれないけど、あさみんと20歳以上違うと思うとショックショックショック。そうですかね、あさみんでもお兄ちゃんと15歳離れてますからね、長男一番目のお兄ちゃんが今37歳かな、なんで15歳離れてるんですよ。あんまりだから気にしないですね、あさみんは。はい、えぬきもやしお肉白菜鍋には他に何を入れましょう、質問。あとニラとね
お豆腐とかも入れますね。はい、ありがとうございます。あ、すごい、もう結構喋ってきた。なんかいい番組ですね。もう1時間近くなろうとしているけどペースが崩れない、素晴らしい、明日の参考にとてもなるでござるよ。だってありがとうございます。あすみ喋るの好きなんですよね。だから初対面の人でもね、軽く2時間はガーって喋ってることが多くてドン引きされることがあります。この子はどこまで喋るんだって言って、早く帰りたいのにみたいなのがよくありますね。自分の顔に自信を持つにはどうしたらいいんだろう。いやこれはでもどうだろう。あさみんもね、もともとね、中学校高校入るまで自分の顔が大っ嫌いで、まあ、写真とかも写りたくなかったんですよ。だけどね、この仕事始めてメイクしてもらって、こう写真を撮ってもらった時にすごい自分が変わって、でその瞬間はこんな自分もあるんだと思って、その瞬間結構自分を好きになれたんですよ。だからどうだろうな、ゴールドラッシュジャパンさんの場合はですね、何、自分の顔に自信を持つにはどうしたらいいんでしょう。まあ、顔とかじゃなくて、まず自分のいいところを一つ自分でこう、なんだろう、常に唱えるというか、結構前向きに、前向きな考えになると結構そういうこと気にしなくなると思いますよ。あのね、ベッキーさんならそう言うと思います。ベッキーさんの相談コーナー見たことあるんですけど、すんごい全部なんだろう、マイペースじゃなくて、あのポジティブな考えを言ってるんですけど、だから一個自分のいいところを常に唱えてみたらいいんじゃないですかね。フォーザスターさん、この感じ、この画面、この構成、普通のテレビ放送にはないですよね。心地よい音楽とアサミンのトーク和みます。ありがとうございます。アサミンさん、先ほどのメガネの跡が見えます。ごめんね、いろいろ大変なんですよ。はい、メール来た。そう、メールが来ちゃったんですよ。ごめんなさいね。相談、真面目すぎて曲がったことが許せない性格で困っています。どうしたら人を許せるでしょうとか。そうね、あさみも結構曲がったこと大嫌いっていうか、真面目かわかんないけど、結構筋通さないと気が済まないっていうか、まあ、それも個性なんでね、やっぱりこう人への暴言っていうのはやっぱりほら、まあ、悪口だったりとかいろいろあると、愚痴だったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、やっぱりそういうことを言う人はやっぱり自分の価値も下げてるから、まずそれに気づかないといけないんですよね、その悪口とかを、暴言とか言ってる人たちが。だからね、許さなくていいと思うんですよ。ただ例えばお友達がそういうことを言ってるんであれば、それはちゃんと、いや人のことを悪く言うのは良くないよっていう風に注意をしてあげる。それで初めて、なんか人って言われないと気づかないことっていっぱいあると思うんですよ。だからそのブラックシープさんがちょっとそれは違うなって思ったんだったら、それはあのちゃんと相手に言ってあげるっていうのがいいと思います。はい。そして、ワーゲーローさん、すごいいい番組ですね、じっくり見てられるって。どうもありがとうございます。はい、名古屋では、はい、5分延長します。はい、そうですね、皆さん、今日は5分延長しますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。初対面で2時間しゃべれるあさみだって。はい、ありがとうございます。はい、今日のあさみには癒されるだって。ありがとう。前向きな回答を聞いてるとなんだか元気になってきます。いいコーナーですね。ありがとうございます。素晴らしい回答ありがとうございました。頑張ります。なんか答えてるあさみもそういう風に言ってもらえるってすごい嬉しいですね。ありがとうございます。ということでですね、どんどんツイート、あ、相談、ここで言えないような相談はハイパーさんに相談してもいいですか。そうですね、ここでは言えないような内容でありましたら、ぜひハイパーさんか千葉ログさんに DM を送って相談していただけると、きっと素敵な答えが返ってくるんじゃないかなと思いますね。千葉ログさん、はい、うんと言っておりました。間違いないって言ってるので、そういう時は千葉ログさんかハイパーさんに、はい、頼ってみてください。そしてアサミンの人生経験が半端ないけんすごい。いや、そんな経験してないですけどね、思ったことをバーって言ってるんです。あさみんの真面目さが見えていいコーナーだと思います。ゆうすけゆうつさん、どうもありがとうございます。はい、いけないこと、いけないと思ったことを本人に言ってあげるように心がけていきます。いいですね。はい、ありがとうございます。縁の蝶。
依頼、ビガンローラーまず右側だけやり続けてみてください。あ、そうね、それで証明しろってことか。右だけやってこっちがスッキリしてたらこっちがね、やってなかったら差が分かりますもんね。じゃあやってみたいなと思います。はい。でもアサミンさんより素敵な答えは返ってこないでしょ、わらわらチバログさんがハイパーさんに DM 相談だって。ありがとう。はい、私も小田さんの兄と同じくらい離れた弟がいます。そうなんだ。創世紀の深夜ラジオ放送の雰囲気なんでだろう。そうなんだ、前向きに回答するべきなんですね。そうしているとつまらない質問が消えていくでござるよ。勉強になりました。おお、そんな経験してないウサニャさん、はい、ありがとうございます。了解でありますとかね、いろいろツイートしてくれてますけども、やっぱ人に言えない相談はハイパーさんがチブログさんへっていうツイートがすごいされてます。途中からだけど相談への受け答えがすごい、ありがとうございます。始まりっていう曲ですね、この BGM は。明日登場しますね。アンクアクアさん、アンクアクアさん、はい、アンクアクアさんの始まりですね。ただいまの BGM は明日、アンクアクアさんが登場するということなので、ぜひお楽しみに。アサミンを改めて好きになりました、だって。ありがとうございます。やばいやばい、照り焼きみたいになってるよって。あ、顔が赤いってことですね。大丈夫です、もう最後までテカり続けます。つまらない質問すみません。いやいや、そんなことないです。アサミンウサギ顔ですね、可愛いってことですよ。いつも笑顔でいるように心がけるのが一番ですよね。そうですね、やっぱり人はね、人の笑顔を見てることが一番元気になるんでね。はい、おもちゃみたいなマイクですね。本物？いや、このマイクめっちゃ可愛いんですよね。下は鳥もいるし、すごい可愛いです。うなじを見せてください。ありがとうございます。眠くなったら寝る、これ。おー、そうね、眠い時に、寝たい時に寝るのが一番だと思いますよ。今日のアサミンは一皮むけた感じでいいムードの配信ですね。ミントンさん、ありがとうございます。はい、ただいま5分、あ、もう5分ね、延長ということなので、今日は11時5分までの、番組となります。皆さん最後まで見てください。はい、アサミン語録最後までテカリ続きます、載ってますね。明日のライブ楽しみですって、ゆうすけゆうすさん、ありがとうございます。はい、皆さんどんどんツイートしてください。こんばんは、無敵かわいい、だって。ありがとうございます。はい、いつもあさみんさんの笑顔に癒されていますよって、ありがとうございます。いや、あさみんもね、イベントとかでみんなに会えるのが本当にいいですね。そうそう、途中からいいペース、素晴らしい。人は人の笑顔を見ていると元気になる、それも高画質でそうですね、ありがとうございます。なんかもう高画質ってすごいですね。なんか日々もっと自分努力しなきゃって思いましたもん。お肌もね、ちゃんと綺麗にしないとね、ダメですよね。はい、照り焼きはジョークだよ、いつもよりカメラ近いし可愛いよ、だって。ありがとうございます。1時間って早いですねって。ドン、ミルクLさん、違うな、ありがとうございます。アサミンマニアとしてはこれからも頑張る、だって。新井ちゃんと一緒に、あ、マサもこれからも応援する。これはですね、昔のね、番組で一緒になったスタッフさんなんですけど、つんちゃんって言ってですね、なんと今回婚約、結婚が決まったらしいんですね。新井ちゃんという方と結婚されるそうで、おめでとうございます。いいですね、結婚報告を聞くと。結構あさみんのお友達がどんどん結婚していくんですよ。親友のタレントの子もですね、婚約を発表しまして、すごいいいなと思います。そしてですね、真剣に回答してくれてありがとうございます。前も小田さんライブ中に喋ってた人たちに注意して余計なことしたかと気にしてたので、あ、いやでもね、あさみんもそれちょっと気になるんですけど、そういう風にあさみんのためを思って言ってくれたっていうことはやっぱすごい嬉しいことなんでね、ありがとうございます。木琴をもっと活用しようって言われてますけどね。木琴これしか弾けないんですよね。最後かすった。はい、ありがとうございます。社長を顎で使う女性タレントはどう思われますか。いや、それはけしからんですね。
お茶持ってこいとか言うのはもうダメだと思いますよ、小田あさみさんっていうことですよね。ユースト見てすごくいい子だなと分かりました。RT さんありがとうございます。以前ある番組で三上洋さんがアサミンのこと褒めていたのがよく分かる。お、ありがとうございます。アサミンこれが素ならめっちゃええ子やん。だって。ありがとうございます。明日 TJ と RTJ の間で番組のつなぎで5分くらいおしゃべりさせてください。本日の5分延長みたいな感じでよろしくお願いします。かっこサマーウォーズ風東四郎さんですね。ありがとうございます。外さないで、ほら、ハワイ挙式来てね。行く。あさみ耳毛があって、耳に毛なんて入ってない、これあれです、毛ですよ、髪の毛のね。ありがとうございます。どんどん、あ、もう残り2分になってきたんですけど、ここでいつも の, あの告知をしたいと思います。ですね、毎週水曜日、夜の10時54分からテレビ東京さんにて声優ビジネススタジアムという情報番組にレギュラーで出演しています。そして、毎週月曜日は24時から、ハードタイムズ僕の何があれなんでという全米コメディドラマにですね、私が、ナビゲーター、番組ナビゲーターとして出演しています。よかったらチェックしてください。そして11月11日より、舞台船を漕ぐアンドロイド謎役で、新宿シアターブラッツに行って、舞台公演しますので、皆さんお時間があったらぜひ遊びに来てください。ということで、そろそろ時間になってきたんですけども、たくさんのね、相談っていうか、ちゃんと答えられたか心配ですけども、たくさんの人が見てくれてて本当に嬉しかったです。明日の TJ はですね、またここ13からハイパーさんと共にお送りします。そしてハイパーさんとのコラボでね、ライブもありますので、明日も見てくれたら嬉しいなと思います。それではそろそろね、お別れの時間になってきましたが、みんな前向きに頑張っていこうということで、明日もぜひぜひ小田さみのツイートジョッキー、今日はですね、小田さみのキラッと無敵可愛い放送室でお送りしたんですけど、毎週火曜日はこういう風に皆さんのお悩みにね、答えられて一人でも元気になってもらえたらなと思います。ということで、皆さん今日もありがとうございました。バイバイ。焼き付けていたいんだ。焦ないように風が吹くと香る優しい切なさそうと包むみたいな気持ちになる。ありのままの君、知れば知るほど ということで、皆さん今日も見てくれてどうもありがとうございました。ここからいつもの番外編いきたいなと思います。よーいどん、アップでよろしくお願いします。ごいごいさんありがとうございます。今日のあすみも見入っちゃいました。エムトモトラさんありがとうございます。今回はすごいいい放送だったな。真面目な相談思いつかなかったけど、わら、カウトレイさん、トロウさんかな、ありがとうございます。ブラックシーフさんお疲れ様でした。また明日、ありがとうございます。アソダチルドレンさん、色鮮やか、どうもありがとうございます。あとみんな大好きすぎる、ひでなかさんありがとうございます。どんどん皆さんツイートしてください。よろしくお願いします。ありのままの君、あさみん元気玉ありがとう。ゆうすけつさんありがとうございます。ポテチ食べてるごめんね。 YSTK さんありがとうございます。バイバイ、また明日。黒大好きさん、生あさみんかわいいマックさん
ありがとうありがとうございます。そして、あさみん今夜も可愛い、そわさんありがとうございます。お疲れ様でした、とても素敵でした。わーげーろーさんありがとうございます。お疲れ様、明日も頑張るんば。ちょいちょいとさんどうもありがとうございます。皆さんど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 んツイートしてください、よろしくお願いします。ということでですね、お疲れでした。あさみんみんとさんありがとうございます。そろそろネタから卒業します、曲がるうさぎさんですね、ありがとうございます。はい、お疲れ様、マッペルトキオさんですね、ありがとうございます。ゆっくりおねんねしてね、フイズふみのりさんありがとうございます。去年の客はよく書き食う客だ、カランクスユースさんどうもありがとうございます。あ、そろそろ覚えてください、コウタロウです、だってごめんね、コウザナさん明日も見に来ますね、 D1 翔太さんありがとうございます。あつみさん明日も前向きに、頑張りましょう、ありがとう。ひみかさんどうもありがとうございます。お疲れ、おだかれ、そわゆすさん、ということで、皆さん今日も最後までお付き合いくださいまして誠にどうもありがとうございました。ということで明日もぜひチェックしてください。バイバーイ。